ねえねえ、画面を動かしたりできないの？カメラを動かしたいということですね。まずはこのボタンを押してシーン画面にします。おお、大きくなったよ。この画面で2本指を広げると、ズームイン、狭めると、ズームアウトができます。おお、簡単にできるね。3本指でスワイプするとカメラが移動します。2本指でスワイプするとカメラが回転します。これでどこでも好きなところに行けるね。はい、カメラの操作は理解されましたか？うん、もうバッチリだよ。では自由に動けるように練習しましょう。僕のゴール地点までカメラを移動してみてください。オッケー、ズームアウト。移動。ズームイン。回転。着いたよ。ゴールに着いたのを確認しました。カメラの移動はよく使いますのでしっかり練習してくださいね。はい。それでは終了します。よし、練習しよっと。